常に体を動かしていて足を動かしていて止まることがない、余計感がやっぱり優れてる。まあ今のところライトフライ級ではもう頭を抜いてるし、フライ級に抜いても全然通用するような選手だなっていうのは思いましたね。フライ級上げてもかなり高い確率でチャンピオンにはなれるんじゃないかと思いますね。